切れ、あの青ザメの方がすごいよね、歯がね、うん、はい、見てください、はい、あ、それ見たことある。もらったのもらわないでしょ。そのここに目玉がついてて、それが広い範囲を見れることができる。そのハンマーみたいな。そうそう、これで見るんだよ。それですごい広い範囲で見れる。見れる。正面はね、横だよね。だからここにいればいいんだよ。はい、いいですか、行きますよ。この辺でいいか、この辺で。サメさんは、サメさん見て見て、もうすぐ開店してる。カブト割りにするんですけど、公開標本にするんで、今回はどれもしません。はい、あのね、中全部ね、どうやって入れちゃってます。はい、中の一番奥に、これがいっぱいあって、アオサミもいるんだ。スモクの尻尾は、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 後で包んでやるな。誰が犬が欲しいってよ。おいし、おいし、ライモン勝ちだよね。ニカの尻尾ね、欲しい人がいるんだ、もう研究者が、うん、あれをね、乾かしてね、なんか飾るらしいよ。スモクが一番綺麗かな、身が。スモク欲しかったよ。うん、欲しかった。これね、取ってすぐ冷凍すると臭みが抜けるんです。アマニ油脂が抜けるから。で、ね、溶かしてすぐ解体して唐揚げやなんかに出すとなんともないです。また今日ちょっとずっと置いといたんで、ね、これは本当に食べたいんだけど、はい、うまいですよ、すごく。甘い味しないね、これね。パパ、うん、はい、いないね。わかりますか、はい、はい、これ、はい、あ、そう、時間が経つとね、すごい甘い味がね、漂うからね。何年前かな、ニンコさんがいて気持ち悪くなって書いちゃった人いるけどね、そのぐらいすごい悪臭っていうかな、すごい様子ね。今もう匂う、結構大丈夫、逆に噛みたい。まだ葵ちゃんいてる。はい、こんな感じですね。ね、あ、じゃあ後でやる。まあ、こんなところです。本当にありがとうございます。じゃあ